三八ン,ンパとは、主に、大麦の変種である。裸麦の種子を脱穀し、空入りしてから、粉にした食品である。小麦や、大麦、上新粉など、別の穀物を用いる場合もある。チベット人の主食で、日に3回ほど食べる。年間を通じて食べられる保存食でもある。遊牧生活をしている、チベット人は、粉にしたものを、羊の皮袋に入れて、保存。 傾向している。日本の発体粉とほぼ同じものであるが、調味の方法が異なる。じゃ、または、湯と薬の儀である、薬バターを加えて練り、粘土状にしてから食べる。水分、薬バターの配合比率が適切であれば、器の中で綺麗にまとまるが、多すぎたり、少なすぎたりすると、ベタベタするか、バラバラのままとなるので、慣れないものは、 徐々に水分を足してゆくと良い。新疆をウイグル自治区などに住むウイグル人もタルカンと称するザンパを食べる場合があるが、ウイグル人の主食は小麦粉のなんと呼ばれるパン類やラグマンなどの麺類や天津なので補助的な食品である。三つ長と四郎、塩麦について合歴史、文化、科学、利用、フィージャーナル第216巻第1号。 日本食品科学研究振興財団2011年1月64ページありがとうございます。